会いたい。10月25日は空手の日です。そこで今週は県文化振興課の上里さんと一緒に沖縄発祥の伝統空手を未来へ守り伝える取り組みをご紹介します。まずはこちらをご覧ください。えい！沖縄で生まれ長い歴史と伝統を誇る空手、今や世界的な武道として発展し、およそ180カ国1億人の愛好家がいると言われています。世界中の空手愛好家にとって沖縄は聖地であり、その聖地で空手の神髄を学ぼうと毎年海外から多くの愛好者が沖縄を訪れています。また日本の教育現場においても武道の大切さが改めて見直され、全国の中学校で武道が必修化となり、県内では125校が授業で空手を取り入れています。こうした中、県では空手発祥の地沖縄を世界に発信するため様々な取り組みを行っています。沖縄発祥の空手がこれだけ多くの人に愛されている理由は何だと思われますか？そうですね、沖縄の伝統空手古武道はただ単に試合に勝つことが目的ではなく、自己鍛錬、修行の場として将来にわたって稽古を行うという点が挙げられます。また健康増進を目的に子どもからお年寄りまで習うことができますし、県内には空手道場がおよそ400カ所もあり、通いやすい環境もあると思います。なるほど。そして空手の日がどうして10月25日なんですか？それには理由がありまして、79年前の1936年10月25日に空手の大家が集い、空手という表記への統一が話し合われました。この日を特別な日と位置づけ、空手が今後ますます発展し世界の平和に貢献することに願いを込めて空手の日とすることが県議会で決議されています。そういった経緯があったんですね。この沖縄発祥の空手をより広く伝えるためどういった取り組みが行われているんですか？はい、主な取り組みとしましては、毎年沖縄伝統空手古武道国際セミナーを開催しています。琉球の歴史と空手の関わりを学んだり、高名な先生方から流派の垣根を越えて広く学べる特別な内容で実施しています。また豊見城城市の丘陵地に沖縄空手会館を建設中でして、来年秋頃のオープンを予定しています。はい、わかりました。そして空手の日に関連して25日日曜日に空手の日記念演舞祭が開催されます。今映っているのは昨年の様子ですね。はい、国際通りでおよそ1000名の空手家による一斉演舞が披露されましたが、今年はその倍の2000名での演舞を予定しています。その迫力は一見の価値ありですね。そうですね、皆さんも会場へ訪れて空手の日を一緒に盛り上げましょう。続いて県からのお知らせです。第39回沖縄の産業祭りが10月23日から25日まで大野山公園及び県立武道館で開催されます。ぜひ会場にお越しください。県立埋蔵文化財センターでは企画展2つの中城うどん跡を12月13日まで開催します。お申し込みは不要で入所無料です。詳しくはご覧のところまで。県市町村国保連合会ではお出かけ眼中タイム2015を開催します。テレビ広報番組眼中タイムでおなじみの出演者による寸劇やミニライブなど様々な催しを行います。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平ネービル。 Bye.